週間のお天気をお伝えします。明日日曜日は気圧の谷が西から接近する影響で西日本や沖縄を中心に雨や雪が降ります。週明け火曜日にかけては低気圧が本州の南岸を通過する影響で太平洋側の沿岸部を中心に雨や雪が降るところがあります。低気圧通過後は比較的に広い範囲で穏やかな天気となります。北日本を中心に真冬の寒さが続きますが西日本や東日本では来週の中頃に比較的寒さが和らぐ日があります。以上週間のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。